ヤマさん、ザジアとリョウジーと、トシミツくんと、ザジマルと、大輝くんじゃ。はい、カクカクシカジカでございます。はい、こんな記憶になってしまいました、すいません。はい、まあ、東海はですね、撮影日という日がありまして、はい、まあ、1週間に5日とか3日間で、まあ、まとめて動画を撮っているわけでございまして、それで収録投稿しているわけですね。だから1日に複数本動画を撮ってるわけでございますけど、まあ、撮影時間がすごい長くなっちゃう撮影もあれば、サクッと終わったねっていう動画もあるわけですよね。はい、まあ、短い方はさておき、長い方はね、編集しててすごい大変というか、うん、結局これね、20分くらいにしなきゃいけないだから、どんだけ面白いこと喋っててもカットしなきゃいけないじゃないか、しかも編集にも時間かかるなということで、無駄な労力を使ってるんじゃないかなと思ったわけですね。はい、じゃあ短ければいいかっていうと、そういうわけではない。そうですね、本当に我々が気持ちいいくらいの時間で撮って、それを自然に編集したら20分くらいになるっていうのが理想なわけでございまして、どうですかリーダーの哲也さん。最高、最高、いただきました。最高ですね。はい、5万円でございます。撮影上手な人だもんね。恥ずかしいんだよな。まあ計算できるものもあるんですよ。もう3時間でクリアできたら成功、はいはい、できなかったら失敗、うん、これはもうケツが決まってるんですよ。はい、よくないのはですね、クイズ系なものこのね、クイズというのはね、答えをね出させてあげたいもので、違います違いますって言ってちょっとずつヒントを出してってね、やるわけですけれども、はい、今回は皆さんのクイズ出し力をですね、はい、殿が矯正しようということでね、集まっていただいたわけでございます。ありがとうございます。ああ、そのありがとうございます。ああ、今からじゃね、この大輝くんとね、ザジマルが、はい、クイズに答えます。はい、僕たちはもう何のあのしがらみもなく楽しくクイズをやりたいと思います。はい、ただ実際戦うのは後ろのお三方の対決になります。なるほど、はい、1回戦それぞれね1問ずつ問題を出していただきますが、大輝くんとザジマルが1分で答えにたどり着けるような出題をしてください。1分3分10分でございますので、はい、その中で一番近いタイムを出せた人が殿からの褒美が。おお、殿、これ言っちゃった。褒美はね、やったらあげなきゃね。殿の褒美ですからね。殿、これはすごいぞ。殿っていう言葉につながるのが褒美じゃん。勝手に褒美って言っちゃいましたので、まあなんか褒美適当に差し上げますよ。はい、はい、というわけでございまして、まあ早速クイズ、殿とね、ザジマルを楽しませてください。はい、はい、それではここからの司会は、じゃあザジアです。はい、ザジアがね、言わせていただきますよ。わかりづれえな、これ。一応レギュレーションとしまして、はい、問題文を出し終わったところから、計測スタートしました。はい、じゃ事前にスタッフさんに答え言っとくんで、この人たちに正解の言葉出たらこっそりポンってストップウォッチ止めてもらって、うん、正解ってなったらやったーって。あ、わかりました。はい、はい、じゃあ誰からいきますか。まあ僕行こうかな。はい、はいはい、正解は俺らがやるんですよね。そうね、今正解ってって食べないでくださいよ。不正解の時にうーんってやるとタイムずれちゃうんで、不正解は不正解って不正解の時は、でも正解の時はうーん正解じゃあうーんって言ったら正解じゃん。わかりやすい。じゃあいきますよ。はい、世界で一番世界遺産が多い国はどこでしょう。スタート。ピンポン。どうぞ。カンボジア。ブブ。ピンポン。インド。正解。ピンポン。イギリス。正解。ピンポン。ロシア。正解。ピンポン。マレーシア。正解。ピンポン。アメリカ。正解。ピンポン。日本。正解。ピンポン。ブラジル。正解。ピンポン。中国。正解。ピンポン。フランス。正解。ピンポン。エジプト。正解。ピンポン。スペイン。正解。ピンポン。ポルトガル。正解。ピンポン。オーストラリア。正解。ピンポン。ブラジル。正解。ピンポン。韓国。正解。ピンポン。アルゼンチン。ピンポン。エジプト。正解。正解。ピンポン。ロシア。正解。ピンポン。コータでしょ。正解。笑っちゃってるよ。笑っちゃったよ。どこだよ。大丈夫ですか。どこだよ。どこだよ。ピンポン、チリ。正解。ピンポン、モンゴル。正解。ピンポン、エクアドル。正解。地球全部行ったんじゃないか今。全国全国行っちゃいました。ピンポン、江戸。それは日本でござる。ピンポン、実家。バングラデシュ。正解。ピンポン、バチカン市国。正解。ピンポン、イタリアって言ったっけ。うん、正解。おーい、イタリアってなかったんだ。やってないんだ。うっそー、下振れしたな、今のは。1分で出ると思ったんだよな、ちょうど。さあ、ただいまのタイムは3分26秒。うわー、3だった。3だったら最高だった。俺3だったんだ。
た。いや、1分でいけたわ。いけたね、いけるよね。さあ、としみつさん1分チャレンジお願いします。はい、こちらの写真を見てください。これ、何の動画の時の格好でしょうか。レディーゴー。いや、俺覚えてるんだけどな、これ。え、なんか再現コントなんだ。ピコーン、あのパンチラを取ろう。正解早いすごい。パンチラを取ろうってあれ、俺が助走して自転車とか漕いだやつ、うん、ではないと思う、これ。あれではない、うん、ではない。うん、だってない。これ誰に切腹命じればいいんだ切腹だよ。でもパンチラ、確かにこんなアフロ被ってないわ。ほら、うわやべー。じゃあまだ続いてるってことか。今、答えて1回。ピンポン、赤い糸。あ、違うかな、違うか。赤い糸ってこんなシーンあったら映ってないかも。タイムってどうなってますか。あの、止まってます。え、再開しますか。再開、再開だ。ややこしいことになってる。切腹。でもこれ、今クイズ成り立ってるかな。成り立って、まあ、多分失格だね。失格か。これ無理だな、これ。ふざけんな。失格。切腹。正解は、はい、こちらです。わかるわかるわ。なるほど、失敗じゃないさ。この方法ではうまくいかないと発見できたじゃないか。もうこの名言通りですよね。いや、失敗だよ。失敗じゃないか。いや、その続きを。失敗じゃないか。失敗じゃないか。失敗だよ。もう何をやってもダメなんだから、おとなしく諦めようじゃないか。さっき、としみつに、この写真何だったか分かるって言われて、パンチラの時のじゃない？あーっていう会話で、泣いたっちゃう。そうなんや。ファクトチェックをしてください。大事だ、そうそう、大事。インターネットの情報に惑わされちゃいけない。インターネットを見ればよかった。ちなみに今のは出題者側が正解するまで6分40秒かかりました。いや、意味わかんない。全くいらない情報が来ました。意味わかんない。ジャジアンズくん。はいはい。これチャンスですよ。チャンス、ジャジアン。じゃあいきますね。はい。はい、うるさい。怒らした。殿がご乱心です。切腹。今ご乱心って言われてる。確かにご乱心確かに今もうご乱心はしてない。ご乱心なんだけど今のトーンに失礼。はいはい、ごめんなさい。いきますね。〇〇は常に絶叫しているが周波数の関係で人の耳には聞こえないらしいと言われています。この〇〇に入る野菜をお答えください。どうぞ。ピンポン、キュウリ。正解だ。すごい。どうぞご覧しだ。即答でござる。どうぞ、説答されてる。困ります。だって知ってたわけじゃないでしょ。知らない知らない。うわー、 2.93。 でも3秒だ、ほぼ。もう徹夜優勝。やられたやられた、さすが。今日に絶叫してるんだ。らしいらしい。聞こえないんだ。聞こえないんだけど言ってるらしい。考えるとめっちゃ。で、ここちょっともう一回ギャーって言って。なあ、ちょっと9で起きるかな。いや、マジでおもろい。ほんとに。らしい、らしい。だから。じゃあ、りょうさんの3分チャレンジお願いします。それでは、問題を出します。12345×12345 はスタート。出た。12345×12345。 はい。2人とも愚直に筆算を解いていく、うん、懐かしいな。ゆめまるは左下に問題を筆算を書いてた。くそー、狭すぎる。うるさい、うるさい、うるさい。文系騒ぐな。はい、すいません。多分寮の中では虫さんが解くのをまあ予想してるでしょうね。あの虫さん全部いいです、これは。早いですね、見てる。ピンポーン。はい。1億5239万9025。うん、正解。おー、ちょっと早かったか。1分48秒。うわー、すごい。逆っすね。じゃあ次、としみさん行きましょう。はい、安心してください。中日ドラゴンズの投手現役です。15人答えてください。
あ、そういうこと問題なの。よい、よい、スタート。書いていいですか。あ、書いてもいいですし。今から書いて。浅尾拓也でしょ。元気じゃないです。いろいろなんかすごい、あんま知らなそうだけど、本を書いてるからすごい。隣のザジ、ザジマルさんが今ちょっと、今遊んでますね。遊んでるね、今。真剣やめピンポン、チェックチェックチェック。あ、審査チェックすもんね。チェックチェックチェック。これ、これ、共有した人たちが今真剣に見ようとしてるけど。はい、タクミ。はい。高橋、高橋が正解。すごい。トロが出し終わったタイムは2分17秒です。いやすごい。じゃあ夢丸さんのね、ちょっと引き出してみて。ネオ、ランディ・ジョンソン、カイ、アサオ、コーチね、山沢、誰ですか、加藤、いるとうまいね、飯村、ジージー斎藤、いや佐藤です、片山、片渕、片渕、手内、原田、原田かっこ誰、俊太、若杉、山本、あとお前何回も言ってるけど東海ラジオに出てくれた福選手の名前忘れてた。小川沢さんも出てるもんね。あ、そうだよ、ごめんね。友達かよ。じゃあ次私です。はいはい、2人ともちょっと目をつぶってください。問題文を真ん中に置きます。はい、それでは目を開けてください。よーい、スタート。究極クロスワードだ。うんこちんぽセックスケツケだからケウチセ。ピンポン、ケウチセ。ブブー。そうね。ピンポン、はい、ケチチセ。ブブー。ピンポン、はい、ケマチセ。ブブー。マジでわけわかんなくなってきちゃうよ。真面目にやるとするか。ピンポン、はい、まだそう。正解。すごい、すごい、早い。これ正解はまつげ、あんこ、たんぽ、ソックスでまたそうです。素晴らしい、素晴らしい。タイムは1分37秒。やばい、早いね。思ったより早い。では、としみつ。としみつ、すごい、長い。としみつ、ゆみさんやめろ。あんま俺楽しくないわ。野球とか出されて、これは普通に考えながらやってたわ。ザジマルさんにも活躍の場を与えるけど、ね、頼むよ。それも出題力で。確かに確かに、ね、みんなが楽しめるしね、うん、さあ最後10分問題、はい、これがね問題ですよ、ね、問題ですか。これがねやっぱ調整力高めるよね。10分でちょうど答えを絞り出せるくらいの、うん、まあ、簡単に言えばもう超難問ですよ、はいはい、これを10分くらいで収めていく、うん、はい、じゃありょうさんからお願いします。はい、カバーと漢字で書いてください。割と簡単ですよ。よい、スタート。え、これじゃない、ピンポン、これじゃないですよね。ブブ、はい、川豚ではない。いやでも確かに10分くらいで偶然当たるのかな、これ。はいはい、あ、間違ってる、これ。はい、川に。不正解。じゃあ川になんすか。イノシシ。イノシシ。指みたいな。どういう字か。どういう字か。なんか分かった。国って負けた指みたいな。でもなんか川ついた気がするんだよな。これ不正解。タモズのなんかじゃない。ピンポン、これ不正解。ピンポン、不正解。早っ。水牛だもん、水牛。不正解。じゃあカブは、カブは。そんな選択肢もあるんですか。そうなんですね。川か水かとのかな。どうした。原田って書いてもそれは、あ、そっか、原田か、これは。真剣やれ。今のはおもろかった。今の集中力はもう限界だもん。そこついてるもん、完全に。いや、もうなんか、いや、ちゃんとやるわ、本当に、申し訳ない。カバー、うん、正解。おー、カバー、あー、カバーがうんこしちゃった。うわ、早かった気がするな。早かったと思う。10はいってないでしょ。タイムは7分31秒。すごい、意外といい線なんじゃない。じゃあ次ね、夢丸さん活躍できるように。野球選手の名前って言ったらもう俺はすぐボケ始めるからな。そんなことないです。じゃあ次の問題はこれを使ってもらいます。
終わったやばいって野球が歌ったやばい、わかりました、大丈夫大丈夫、まだわかんない、もう一個ある、ちなみに、うん、シンカーの握り見せてください、レディーゴー。これ結構人によりませんか、シンカー。シンカーは2種類あるとしますね、これね、これ、あ、違います、ピンポン、はい、違います、違います、何これ、絶対違うことはないんだけどな、ピンポン、それで投げる人もいるらしい、いるよやってんだよ、俺今ボケてたんだよ、こうやってピンポン、むずすぎるな、この問題、ピンポン、はいはい、こう、違います、トシミツがググって見つけたシンカーを答えてください、ピンポン、はい、あ、違います、ピンポン、あ、違います、ピンポン、はい、うわぁ、ちょっと違うな、ちょっとって何これ、これ本当に、ピンポン、ちゃんと、俺の中の来たっていうポイントがあるから、ピンポン、ブブ違います、ね、ピンポン、はい、ちょっと違うな、ピンポン、はい、あ、違います、ね、すいません、写真いらない、いらないです、写真撮るだけ、写真だけボケてすぐ逃げることできないんですよ、今回、うそぁずっと美味しそう、虫さんは、虫さん、はい、正解してよ、もうえ、なんか殺しそうもうバレてんじゃん、なんかあ、惜しい、惜しい頑張れ、頑張れ、これさっきやったの、ピンポン、はい、やったね、これやった、うん、違う、どれやったか分かんない、ピンポン、それ別のやつだ、ツーシームじゃん、ツーシームなんだ、ピンポン、待って、これ近い、これ近い、腰、腰、横下、横下、横下、手がちっちゃいんだよ、あれなんですよ、うぅ、すごい、いや、わかんない、わかんない、最初もこれだったって、いや、違う違う、最初違ったと思う、ズルだよ、ちょ、ズルだよ、数波、数波、数波、ズルでしょ、沢さんがこれですかって言ったタイムが6分1秒で、はい、あのスーパータイムスーパータイムの後にうわっ、世界がが6分18秒、あ、変わんないからスーパーは審査待ちだからね、うん、もうそこでタイム止まってんだからね、虫さんのとこで、じゃあ6分1秒です、あー、6分1秒か、いや、意外とじゃあ巻いちゃったんで、まあそう、ちょっと巻きましたね、じゃあ最後僕ですね、はい、はい、ちょっと準備しますので少々お待ちくださいですよ、あ、メイク行きましょう、ちょっとすみません、キモいんで、あの前と同じ話してくださいよ、こっちは真剣なんですよ、じゃあ行きますね、はい、僕が頭に思い浮かべているのは何でしょう、用意、スタート、これはまさか YouTuber ですか、早い、さすが、多分違う、に、実在しますか、いいえ、キャラクターですか、はい、人型ですか、いいえ、アニメに出てくるキャラクターですか、いいえ、マスコットキャラクターですか、多分そう、部分的にそうちゃんと予習してきた、アキラさんですか、はい、あ、来ましたはい、ナッシー、ブー、はい、テンプシマン、ブー、動物がモチーフですか、はい、いや、違いますよ、アキラさん、どうせ汗で落ちちゃうんだから、日本、犬がモチーフですか、いいえ、馬がモチーフですか、いいえ、猫がモチーフですか、いいえ、猿がモチーフですか、いいえ、あ、怒ってる、怒ってる怒ってますか、はいスズメがモチーフですか、いいえ、鳥がモチーフですか、はい、おー、鳥の中だ、鳥の中だ、あの、鳥貴族のあの、マークテレビに出たことはありますか、はい、 CM に出たことはありますか、たぶん、違う、うん、たぶん、わからない、でも逆やん、僕たちだよね、はいとか言うのそうだね、本来ねはい着ぐるみ化してますか、いいえ、青色ですか、た、部分的にそう、黄色ですか、あー、部分的にそう、そのキャラをモチーフにした絵本とかってありますか、いいえ、東海オンエアに関係がありますか、はい、ピンポン、オンエアバード、正解、よし、素晴らしい、なるほど、なるほどね、そう、よしよしよ、一応フルで答えると青、黄色、
オレンジ、黒。そうだね。いや、結構いいタイムなんじゃないかな。いいんじゃない、面白かった。ちょっとオーバーしてるかなくらい。タイム、どうですか。11分1秒。うわぁ、すごい、あっぱれじゃん。あ、こっちだ、あっぱれじゃん。あっぱれ。10分問題、アキア優勝。1人がすごく問題作るの上手というわけでもないということも分かりましたので、うん、知恵を出し合ってちょうどいいバランスを作っていきましょう。はい、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。